どうも、誠です。今回はですね、ぐるぐる大帝国、大和天さんに遊びに来てます。グランドオープンからね、だいたい3週間ぐらい経ったので、ちょっとどんな感じになってるか、ちょっとね、もう一度、様子見ていきたいと思います。お菓子、食品系をまたちょっとやっていきたいと思います。ちょっとね、オープンからだいぶ設定も少し変わってそうなんで、それも含めてちょっと確認していきたいと思います。ちょっとまず最初はですね、酵母パン、これ前回なかったような気がするんですよね。ちょっと爪はなんかしっかりしてそうなんで、さあ最初は BC いけるかのチェックって感じですね。どこら辺でいけるか、パワーがね、あるかどうか。でもなんかありそうですね。ちょっと今あんまり手前が浮いちゃったんで、もう少し奥ですかね。これぐらいでどうだろう、いければいいですけど。あ、今度前か。ちょっと難しいのかな、どうだろう。重心がうまく掴めるんで、掴めればいいですけどね。あ、来た来た来た。これでね、どこに落とすかだけど、もう手前に来て、あーなるほど、倒れちゃう。どうかな、これこれぐらいどうだろう。うん、引っ張ってきていければいいけど、当たると止まっちゃうから。よし、これで少しスライド気味に入ればいけるかな。あー惜しい、ギリギリギリ残った。押さえがけ風にいければ。あー、ちょっと奥行ったかな。うん、あー入んない。ちょっとひねらしてみるか。ギリギリな落ちてますね。よし、これで入れば。よし、ゲット。よし、ゲット。なんかいけましたね。かぶれない。酵母パンゲットです。メロン味、これどうなんですかね。よかったと奥とどうだろうな、厳しいのかな。ちょっととりあえず横にするような感じなのか、ちょっとどういう動きになるか。と右寄せて白いバーにちょっと乗っかれば、あ、いけるかな。これでちょっと奥の角をちょっと捉えて、まあちょっと上げる。はい。あー滑る。ちょっと高いのかな。うん、このままずり上げで行ってもいけるかな。どうしよう。足幅がねそこそこあるんで。あー、今乗っかりきれなかったんだけど、右角外すイメージでいきます。あ、そのまま落ち、あ、そのまま落ちましたね。よかったです、ゲットです。ちょっと今度ね、オレオゲットです。フランキーチョコですね。これ少し蛍光式なんですけど、少し狭いような感じですね。爪はやっぱ少し90度じゃなくて、左の方が少しまっすぐなのかな。ちょっとどういう動きになるかわかんないですけど、あ、結構ひねりがありますね。あー、ゲット。てか、まさかの前から行っちゃいましたね。ゲットです。
今度はね、アルフォートですね。橋幅は、少し広いのかな。ちょっと爪はまっすぐですけど、まずちょっと縦で行けるのか、奥をね、狙っていきます。お、いきなり斜めはめ。ただこれ右が回せるかどうか。どうかな、回ればワンチャンこれ いけるんじゃないですか。バー手前にちょっと入れて、ちょっと移動制限があるからここで回避するかな。いけいけ、ほい。あー、やっぱそう甘くはないですね。斜めはめで倒してるのは厳しいんで、左アームも、ね、逆にちょっと入れて、バーのところのちょっと奥の隙間に入れて、一旦斜めはめを解除する。よし、これで来た。で、あとはね、縦はめの要領で右奥をちょっと入れてます。ちょっと移動制限があるからね、ここでこういう風になっちゃうと、さっきみたいに肘がね、綺麗にやっぱ入んないんで、縦はめに持ってった方が足幅あるといいかもしれないです、これで、ほい、いい足です。ほい、いい足です。うん、アルフォート行きましたね、ゲットレイズ。今度パス、スープパスタ系のやつですね。そうかな、ちょっとこれはちょっと爪が少し、あの角度がついてないというか、少しまっすぐな感じですね。パワーがあればあれですけどね、ちょっと手前に行ってこうと思ったんですけどね、奥行っちゃったな。基本こういう風に段違いでこっちの方が低くなって非常に高いとかになってるんで、どうだろう、低い方に送るような感じにした方が動きが出やすいですかね。じゃあちょっと奥狙って奥のバーを活用してみますか。滑り止めが効いてないせいでちょっと動きがあれですね。横にまずできるかできないか。ちょっと動きがあんまり出てないな。ちょっと右寄せで奥が少し触れるか。ちょっと手前に奥のバーにも少し持ってますけどね、どうしようかな。少しこのまんま奥に送り込めればいいんですけど、ギリギリっとは押して取りたいですけどね、どうだろう。横にするような感じで持ち上げる。ちょっとスライド切りでいけばいけないですかね。で、最後ちょっとシャーブはちょっと怖いんで、左の方を少し押して、ちょっと滑り止めがね、あんまり効いてないんで、少しシャーブ台するのはちょっと怖いですね。よし、ゲット。よし、ゲット。エビのトマトクリームパスタですね、ゲットレイズ。今度はね、タンメン、これも段違いの橋渡しなんですけど、ちょっとね、左の方が爪がしっかりしてるんで、ただ上げる方がね、力かかるんで、そのためにしっかりさせてるんだと思うんですけど、パワーがね、どんだけあるかによって奥に引っ張ってくれたりしてるね。
パワーがあるんでいけるかな。無理寄せして、まあ、普通に考えたらちょっと下がってる方に曲げてった方が有利だと思うんで、そのまま曲げていけば手前にちょっと来るような感じでいければいいですけど、そうですね、もうちょい行けばいけるかな。あ、そうですね、もうほぼ外れてるんで、手前少し持ってくるアクションが取れれば、来い来い来い、これで少し前に来い、よし、ゲット。あ、結構でも横でもいけますね。これ結構痛いからな。反面ゲットです。もうオープンからね、大体、まあ、プレオープンから含めて3週間ぐらい経ってますけど、お菓子とか食品はやっぱり結構いい感じに取れてるかなっていう感じです。でちょっとフィギュア系も少しやってはみたんですけど、あの結構売り上げとかもできるんで、比較的ね、あの慣れてしまえばいい感じに取れるかなっていうふうにちょっと思いました。結構やっぱ食品系が豊富なので、いろいろ食品系とか取りたい方にはちょっとおすすめかなと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でまたお会いいたしましょう。バイバイ。